皆さんこんばんは、白菜です。この動画はですね、私が普段月曜日と水曜日にやっている、うよみだるこシリーズの番外編みたいなものだと思ってもらえればいいかなと思うんですけど、チャンネルトップのですね、コミュニティのところに、今後やってほしいような動画とか、あとラジオのお題とかってありますかっていうふうに問いかけをしたところ、その中の一つにですね、自殺をまあ考えてしまう人たちに対して何かこうメッセージをっていうようなものがあって、で、タイミング的にですね、今長い10連休、ゴールデンウィークがもう終わろうとしていて、結構気持ちがね、沈みやすいタイミングだと思うんですよね。休みに入った時っていうのは結構気分がね、よし10連休だみたいな感じでこう気分が高揚するわけですけど、でも終わりがね近づくと、普段のその土日、いや日曜日か、日曜日よりも気持ちがね重くなったりとかしやすいと思うんですよね。でまたそのゴールデンウィークが終わると5月ってもう祝日ないですし、6月はそもそもないわけで、祝日がね。そうすると次はもう7月まで待たないといけない。そこ過ぎれば、まあ夏休みとかね、学生は夏休みがあるし、社会人もお盆休みとかがまあ、あったりもしますけど、まあでも先の話ですよね。そうすると、どうしてもね、気持ちが落ち込みやすい。で、4月から新しい仕事とか始まって頑張ってきたけど、どうしてもなんかそのままの勢いでいければいいんでしょうけど、この5月のこの休みでね、ちょっとこう気分が落ちてしまうと。でそれがまあちょっと気分が落ちるぐらいだったらまだいいんですけど、行き過ぎるとね、なんかどん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 ネガティブなものがこう頭の中で連鎖していって、もう生きててもしょうがないみたいな気持ちになってしまう人も中にはいると思うんですよね。まあゴールデンウィーク中仕事だったという方はあまりそういうことはなくて関係ないかもしれないんですけど、まあそういう人がいるから休みのね、多くの人が休みの時にそうやって働いてくれる人がいるから、連休というものが楽しめるわけですけど、まあそこはありがたいと本当に思いますけどね。で、すいません、話を戻すと、そうやって長い休みがあって、休み明けが近づいてくると、さっき言った通りちょっとこう、もう死にたいみたいな気持ちになってしまう時がある。私は昔、年末年始のね、休みで、年末はいいんですけど、年始になって、こういよいよ新しい年が始まって、じゃあこれから頑張っていこうみたいなね、状態のそうなっていくと、その時に急にガクンってなんかこう暗い気持ちになってね、っていうことがあって、で、それがまあ、ちょっとこう、誰でも気分が沈む時があるので、それぐらいだったらいいんですけど、それがなんかこう、どん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 深いところまで行って、もう、いいか、みたいなね。何をそんなに頑張ってどうするみたいな気持ちになってしまったことがね、あって。で、そんなことじゃいけないというふうに気持ちを上向きにこうしようとしても、そうなれなくてですね。で、さらに上向きになろうとしたのになれない自分っていうものをさらに責めたり、それに対して落ち込んでしまったりとか、で、何のために生きてるんだろうとか、なんでこんな辛いんだろうとか、もう頑張っても無駄じゃないのかとか、そういう気持ちが強くなってきてね。それがずっとこう何度も繰り返されると、自殺っていうものが頭をよぎってしまう。それ以外にも、大切な人を亡くしてしまった時とかね、あと人生の節目でなんか入試とか就職とかね、そういう大きな目標があってそれに敗れた時とか、そうすると気力がこうプツンって切れてしまって、もうこれだけ頑張ってダメだった以上、もうどうせこの先もダメだからもう死のうかなって思ってしまったり、あとは最近はね、ニュースなんかでもちょくちょく見ますけど、いじめでね、自殺っていう。
自分っていうまあ存在そのものを否定されたような気持ちになってしまったり、あとはもう単純にというか、わかりやすい形でこう殴られたりね、いろんな痛い思いをさせられたりとかでして、その苦痛から逃れるために自殺っていうことを選択してしまったりと。死にたくなる理由っていうのは人それぞれあると思います。いろいろね、ある人から見てそんなことでって思うようなことであっても、その自殺がねよぎってしまった人、実際に命を絶ってしまった人からしたら、それが本当にもう生きるよりも辛いことだったっていうこともあるわけで、だからこれから私が話すこともですね、すべてのそういう気持ちに対して普遍的なあの効果があるというか、そういうものではないですけど、でもそうですね、死にたくなる時っていうのは、そういう気持ちの時は自分の中で希望がなくなってしまうと思うんですよね。もう先がもういいことないみたいな、この先ね何やってても生きててっていう、そういう意味ではその部分は共通しているかなと思いますけど、でも希望を持てって言われても、希望を持てばいいっていうのは分かっていても難しいですよね。映画のショーシャンクの空にて、アンディがね、主人公の最後にレッドに向けてね、希望は素晴らしいっていう手が書いてるっていうか、その手紙を書いて、その書かれた手紙をレッドが読んでるというシーンがありますけど、確かにあれはその通りで、でもアンディほど強く希望を持ち続けて、ああいう困難なね状況を乗り越えるっていうのは、そうそうまあ誰にでもできるっていうことでもない。だから希望を持ってくださいっていうことはちょっと軽々しく言うのはね、まあ言葉としては正しいと思うんですけど、それはでもそれを言うのもちょっと難しいかなというところで、ただ少しだけでも気持ちが明るくなってくれたらいいなと思って話します。まずね、私自身のことで言うと、自殺したくなったことはですね、何度かあります。最初はね、中学生の時ですね。その前から幼稚園の時の一定期間と、あと小学校の時も6年間全部ではないですけど、まあ一定の期間いじめにあってましたけど、その時はそこまではね思わなかったんですよ。もちろんそのいじめられてる時はね、辛かったし苦しかったし、すごくこうもうね、その時から自己否定的でね、まあその自己否定がしばらく続くんですけど、私自身がね、その自分が自己否定的で、ものすごい自分を低く見てたから、なんかもういじめられててももうしょうがないみたいな半分ね気持ちになってました、その時はね。でもその子では自殺っていうところはよぎらなかったんですけど、中学の3年の時に担任の先生にですね、このままじゃ高校に行かれないっていうふうにまあ言われて、どこまで本気だったのか、そのまあちょっと葉っぱかけるために言ったのかもしれないし、本当だったのかもしれないし、まあわかりませんけど、まあ勉強できなかったのは事実でね、テストも散々でしたし、で、そうなると、その、私のね、周囲の友達でそういう人はいなかったし、あと、私、兄弟がいても兄がいるんですけど、兄も、あと親戚もね、割と頭がいい方なので、そこと比べられるのもね、こう辛くてね。まあ、ただ、うちの凛が、ものすごくはっきり、お前は誰々に比べてみたいなことを言ったわけではないんですね。少なくともそこまでストレートにはない。ただし、子ってなんとなくそういう空気感を感じ取るじゃないですか。小さい子でも、なんかあんまり何も分かってなさそうな年齢の子供でも、意外とその親の表情とか、発してる空気とか、そういうものを感じて、ものすごく実は親に聞いたりとかね。そんなこともあるわけで。で、この時はもう中3ですから、だからまあ、言わなくても
なんとなくそういう風に見られてるなっていうのを感じていた。で、それが突き詰められていくと、なんかもう生きてる意味なんてないんじゃないかみたいな。こんな自分が生きてても、もうどうせダメだろうみたいな。で、自分が死んでもどうせ誰も悲しまないだろうみたいなことを思ってました。まあいろいろ心理学とかを学んで思い返せば、その時本気で死ぬ気なんてなかったっていうのはわかるんですけど、でもその時はね、意識が完全にそっちに向いていて、で、遺書も書いてね、包丁を手首に当てましたよ。結局切らなかったですけどね。まあ、あのね、ちょっとこう、なんだろう、切る真似というか、確かにスッて走らせはしました。手首のところ。でもそんな深くやってないから、実際にそれで血が出たとかね、いうのもないです。あと、周りに、そういうことを、ほのめかすようなことも、特にしなかった。けど、まあ、一人そんなことを考えて、いましたね。結局、その後、できないなりに勉強をしてですね、ここには入ったわけですけど、でもね、コンプレックスは強いままでしたね。かなり。で、その次はね、もう、社会人になってからですね。まだ、社会人になって間もない頃で、二つ目かな。職場のね、人間関係の問題ですごい、こう、孤独なね、状態になってしまって。それはそれでね、その自分の仕事の姿勢に問題があったっていう部分はあるんですよ。でも当時はそこまでわからないので、とにかく一人ぼっちで、ね、誰かに愛されたいみたいなことを思って、でもそれが叶わず、本当に苦しい、ね、気持ちになってね。その時は自殺っていうか、いつ死んでもいいみたいな感じでしたね。そうするとね、別に暴走行為をしているわけではないんですけど、まあ、当時もうバイクを乗ってたので、バイクと車の運転がすごい荒くなって、煽り運転とかするわけじゃないんですよ。ただ、スピードの出し方とかはちょっとおかしい。だから周りからしたら確かにいい迷惑だったでしょうね。幸いにも、その状況の時に事故に遭うことはなかったですけどね。自分自身も誰かをこう、ぶつけてしまうっていうこともなかったので、それはまあ良かったんですけど、でもそんな、もう自暴自棄な状態でしたね。で、いくら食べてもね、痩せるっていう、なんか、恐ろしい状態でした。で、その後も、こう、もう自分がダメだっていう思いがすごい強くて、ね、なかなかうまくいかないから。でもなんとかこう頑張ろうと思って、職のね、転職とかそういうのに役立つだろう、資格を取ったりとか、いろいろ頑張ったわけですけど、でも、思ったような結果が出ずにね。まあ、資格は実際に取れたりしましたけど、ただまあ、それでもね、それも人に言われて取ったみたいなところで、あんまり自分で自主的にね、考えて取ったっていうものでもなかったっていうのもあるんですけど、まあ、なかなか自分がこう、思っているようなね、方には行かず。で、その頃はね、ほんと自分自身と、あと自分の過去っていうものが本当にもう嫌いで。だからまあ、自分が嫌いだと、自分のために頑張ろうっていうのはあんまりうまくいかないんですよ。いくらアクセル踏んでもね。自己否定しながらだから、それはね、うまくいかないんです。あと、コントロールできない結果にね、焦点を置いてたんですよね。今思えば。例えば、あと3ヶ月で売り上げいくらみたいな、こう、目標を立てたとしてですよ。で、それに対して、もうちょっと、わかりやすい方がいいかな。テストがあって、テストで、100点を取りますと。ね。
で、そこを目指してやるのはいいんですけど、そこを目標にしちゃうと、テストの100点取れる取れないって、そんなわかんないじゃないですか。そこってコントロールできないんですよ。やるし、やってみないとわかんないから。だから、そこを、こう、基準にして、そこに目指してやるっていう。で、そこを、その100点取るために今自分が何をするか、いついつまでに何をするかっていう、その自分の行動でコントロールできる部分、そこに対して、こう、目標っていうものを設定するのはいいんですけど、100点を取るっていうのを、まあ、目指す場所としてね、置いといて、そこは目標にせずに、それに対しての自分の行動に対して焦点を当てて、そこを目標にすれば、そこはコントロールできる範囲だからいいんですけど、その要は100点を取るっていう、そこのコントロールできないところにずっと焦点を当ててやる。で、しかも自分がダメだダメだって思ってたから、もっと頑張んなきゃもっと頑張んなきゃみたいなところで、その時の自分にはちょっとそれ無理じゃないみたいな目標を立てるわけですよ。で、やろうとするけど、まあそもそも無理な目標だったりとかっていうのもあって、で、さっき言った通りコントロールできないところに焦点当ててるから、うまくいかずにひたすら苦しくなっていく。で、全体的に言えることとしては、すごく自己否定的だったんですよね。本当にこう自分を否定する気持ちが強かったから、で、その状態っていうのは、肉体的に何か自分で傷つけていなくても、精神的な自傷行為をずっとしてるみたいなもので、そういう風になると気持ちの浮き沈みがね、こう、しやすくなるし、で、沈んでしまった時は、もう死ねばいいか、死ねば楽だな、みたいな、そういう風な考えになりやすい。でもそこから、まあ、いろいろね、勉強をして、できる範囲でやることをやって、少しずつ少しずつ変わってきて、今、こうやってお話ができるぐらいにはなったわけですけど、でもじゃあ、勉強してくださいって言ったって、ね、それぞれのその、まあ仕事とか学業の勉強があるわけで、なかなか大変ですよね、そこに時間費やすの。なので、私が思う、もう死のうっていう気持ちがね、そういうような気持ちが出て、気にくくなったり、そこまでこう自分を追い詰めなくなるような考え方、もしくはもし思ってしまっても自力でね、戻ってこられるような考え方っていうものを3つお伝えしますね。まずは1つ目、人と比べるのはやめましょう。それが自分にとってプラスになるならいいんですよ。例えばその、まあ会社でも学校でもいいんですけど、 A さんっていう人がいて、その A さんと自分がいて、 A さんがこれだけ頑張ったから、じゃあ自分はもっとこうして頑張ろうみたいな、で A さんの方もこちらを見て、じゃああいつがこれぐらい頑張ってるから俺もみたいな、そうやってお互いを高め合っていけるようなもの、そういう存在であって、そういう比べ方をするんだったらまだいいと思います。でもそうでないのであれば、隣の芝生は青いでね、なんないいことはないので、で比べ出したらね、キリがないんですよ。上には上がいるしね。で、何をもってして比べるかっていうのもありますし、どうしても比べるんだったら去年の自分と比べるっていうのがいいと思います。あんまりね、その過去の過去すぎる自分と、いや子供の頃の自分と比べたってしょうがないから、じゃあなんか2年前なのか3年前なのかみたいな、そういう細かいところで比べてもしょうがないので、だから去年、1年前の自分、1年前の今日自分はどうだったかっていうところと比べて、それで自分をこう、まあ鼓舞していくというかね、それはいいと思いますよ。他人と比べて自分が他人より劣っていたとしても、それは恥ではない。でも去年の自分より今年の自分が劣っているのであれば、それは立派な恥だと。まあ、劣っているというか、まあ、成長してないのであればね、っていうことですね。そういう言葉が、名言集とかで検索していただければ出てくると思いますけど、まあ、あるんですけど、そういう言葉がね。本当にその通りで、
去年から全く何も変わってないんだったら、それはもうちょっと頑張った方がいいんじゃないかなと思いますけど、でも、他人とそこで比べる必要はないということです。実際そのね、青い芝生に見える人だって、一皮剥いてみたら、いろんな苦しみを抱えているかもしれないわけですよ。表面上はわからないですからね、どうしても。で、それでもどうしても人と比べてしまうというのであれば、もう単純に違いを見ましょう。どこが違うのかっていう、ただそれだけ。それに対して上だとか下だとかっていう、そういうのはいらない。何をもってして上なのか下なのかみたいな話になるし。だからその、経済的には、まあ A さんのが勝ってるけど、実はその家庭内とか、ボロボロで、とても幸せとは言えないみたいな。そこと比べて何が上なのか下なのかみたいな話になるので。でもその、何が違うっていうところは、誰であってもありますからね。同じ人はいないので。大事なのは、まあ、こういうところが違うなって思った時にその違いを受け入れて、で、その違いっていうのはもう、その、どうしたって自分には手に入らないものみたいなものもあるわけですよ。人が持ってる自分が持っていないものっていうね。でもその、そこに対してもう不平不満を言ってもしょうがないので、言いたくなる気持ちはわかりますけどね。だからその違いを受け入れて、自分が持っているものを活かす。もしくはその持っていないからこそそれを補うために頭を使うとか、ね、工夫をするっていう、そういう考え方もできますし、あとはその人を見てね、自分とは違う。こういうところが違う。あ、この人はだからこういう考え方をするんだなっていう。もうほんとそれぐらいでとどめる。ただまあ、最初に言った通り、この人はここはすごいと。自分はここは足りないなと。思って、ただそれを事実として受け取れるんだったら、それはそれでいいですよ。それを認識したら、じゃあどうするって考えて行動すればいいわけですからね。人間ってね、でもその、いつも顔を合わせてるような人でも、外からはね、見えない過去を持ってたりするわけですよ。何かのきっかけでちょっとね、なんか深く話すことがあって、で、いろいろ聞いてったら、実は昔こういうことがあってみたいな。ね。なんで、例えばその表面上見てたら、なんでこの人いつもこんなこと言うんだろうとか、それがいいことでも悪いことでも、なんでだろうと思って、まあ何かのきっかけでその過去を聞いてみたら、実はこういうことがあってっていうね。外から見てたらわからないようなことを経験したりしていることもあってね。で、そういう話を聞くと励まされたり、自分だけじゃないなって思えたりすることもあるので。だからまあ、外から見て、その比べること自体やめた方がいいですけど、比べてその表面上だけを見て、自分を劣ってるっていうのは本当に、まあ、馬鹿らしいというか。それは自分がかわいそうですよね。で、まあ、今言ったように、その、今まで知らなかったね、そのある人の話を聞いて、思ってた以上に大変な思いをしていたと。で、そこでも、その、それに比べて自分がなんか悩んでたこと大したことなかったな、やっぱり自分でダメなのかっていうふうに思うこともないんですよ。それは、その自分にとって大変なことだったわけですから、それはそれでいいんですよ。悩みもね、何が悩みになるか人によって違うわけですから、A さんにとって悩みじゃなくても、自分にとっては悩みかもしれないわけで、自分にとって悩みじゃなくても A さんにとっては悩みかもしれないし、ね、物事必ず裏表があって、光には影がついて回りますし、だから幸せにしか見えない人だって影はあるわけです。なので比べずに自分の人生を懸命に生きるっていうことが大切ということですね。人は自分以外の何者にもなれませんので、自分を大切にして自分を育てていくっていうことが自分に対する礼儀だと思います。では二つ目。自己を受容しましょうということですね。人間誰でもね、欠けてるところが
あるわけで、満月みたいな完璧な形をした人なんていないんですよ。だから欠けてるところがあってもいいんですけど、でもどうしてもね、やっぱり欠けてるところって目が行きやすいんですよね。それは確かにわかります。でもそこだけを見てしまうと、なんで、ここ欠けてるんだろうみたいな。テストで80点取ってんのに、取れなかった20点しか目がいかない。で、そこしか目がいかないと、欠けてるところだけ見てるから、ダメなやつみたいなね。なんでここが取れなかったっていう。もちろんそこの部分をどうしたら取れたんだって考えることは大事なんですけど、でもそこだけを見て80点取れてるところ無視は、それはないでしょってことですよね。それは自分を大事にしているとは言えない。で、その欠けているところをですね、受け入れられないと、以前の私のようにですね、すごく自己否定的な気持ちが強くなって、自分で自分を追い詰めてしまうことになります。だから、欠けているのも自分。で、その欠けている部分も含めて自分なんだっていうね。そういうふうに受け入れるということです。で、受け入れて、それをまあ、うまく使うとか。でも、その、欠けてるだけだったら、ちょっと困るから、何かしらの形を補うとか、っていうふうに考えればいい。ただ、この時に、その欠けている部分を誰かで埋めようとするのは、ダメです。それはね、依存心が強くなっちゃうんですよ。最初のうちはなんかお互いにね、それぞれを必要としているっていうようなことになるんですけど、でもその自分の欠けている部分を完全に埋められる人なんていないから、結果自分もその依存される方も相手の方も両方辛くなってしまうので、あくまでも自己の需要ですからね。自己需要ですから。だから自分ってこういうところあるな。なんかあんまり良くないなと。こう、例えば誰かと話すときにちょっとついついこう強く言いすぎちゃうとかね。まあ単純なというか簡単なところで言えば。と思ったら、もうそこを否定するんじゃなくて、そういうところあるっていうふうにまずもう事実として受け入れる。で、それをじゃあどうしたら改善できるかなっていうね。改善が難しいんだったら、じゃあなんか、どうやって活用しようかなって考えてみるとかね。あとは例えば自分で集中力がないなと思ったら、まずはその事実を受け入れる。集中力がないからダメじゃなくて、集中力がないっていう事実をまず受け入れる。その上で、どうすれば集中力を上げられるかっていうのを考えて、行動していく。で、一度に変えようと思ってもそれはね、無理です。なんで、一歩ずつもうやっていくしかない。まあ、ある瞬間にね、今までできなかったことがピッて上がるっていうことはあるんですけど、でも、やっぱりその、上がる瞬間というものを、そこに至るまでにはやっぱり一歩一歩進んでいくっていうことが必要になりますし、魔法みたいに一瞬で変わるなんてことはないですからね。もしくは、その集中力がないと。もう自分はせいぜい5分しか集中できないと。で、しかもそれの改善は難しいと、ふうに思ったら、その5分で、これ以上ないぐらいの集中力を発揮して、結果を出すにはどうすればいいかって考えてみるとかね。例えば、普通の人が1時間かかるところを、その5分にね、5分間の間に、もう他の人じゃ考えられないぐらいの集中力を発揮して、普通の人が1時間かかるところを5分で終わらせてしまうと。いうことができたら、それはすごいじゃないですか。そうなったら5分は欠点じゃなくて、自分の強みにもなるわけでね。で、良くないのはね、まあ、否定するのも良くないんですけど、もう一つ良くないのがあって、自分は集中力がないと。それでいいって、それで終わりにしてしまう。無理やり肯定してね。それが自分だから、みたいな。それはね、需要ではなくて、甘やかしてるだけですから、自分のためにはならない。だからそういう自分を受け入れて、良くないのであればそこを変えていく、もしくはうまく使う。っていう、それが大事だし、
そういうふうに導いていくっていうのが自分に対する優しさじゃないかなと思います。まあ、自分を助けるというね、自助というやつですね。自助努力。で、自己需要についてもっといろいろ知りたいという場合はですね、それ用のチャンネルがありますので、そっちを見ていただければと思います。まだちょっと動画少ないですけど、これからね、地道に増やしていきますので。で、三つ目。感情を否定せずに感じきりましょうということです。これは上を向いてのシリーズでも何度か話しているんですけど、どんな感情でもですね、それを、こう、いいとか悪いとかっていうふうに分けずに、ああ、自分は今そう感じてるんだなっていうふうに受け止めて、それを感じきった方がいいです。その方がスッキリします。それか、悲しいでも、寂しいでも、怒りでもね、悔しいでも何でもいいんですけど。で、ただね、かといってですよ。もう怒りを自分は今感じきってると。で、それがこう、体全体をもう満たすみたいな感じになって、あの調子はほんと腹立つって言って、思いっきりぶん殴るとか。それは、ダメですよ。きっと、スッキリすると思いますけど、その後がね、大変ですから、それは。だから怒りを感じきるのはいいけど、殴っちゃダメです。はい。で、その感じきるというところで言うと、今現在死にたいと思っているね、自分がいるのであれば、その気持ちを否定せずにね、無理に上向きにしようともせずに、そう思っている自分を感じきるっていうことが大事です。そんなことを思ってちゃダメっていうふうに否定してしまったり、無理やり、上に向こうとして、なんかね、ポジティブな言葉を使ったり、まあ、そのポジティブな言葉を使うっていうのは必ずしも間違っているわけではないけれども、その使いどころというものがありますので、今自分がすごく苦しい、絶望的な思いを感じているにもかかわらず、そこでそういうふうにしてもそれはうまくいかないので、まずは感じきるということです。で、そうやって感じきってるときに、そうか、自分はそれぐらい苦しいんだな。そうだよな、あんなこと言われたら辛いよな。あんなことあったら死にたくなるよなって、自分の思っている気持ち、それを全部聞いてあげる。もうそのままそれに対して口を挟まずに、とにかく聞く。全部こう吐き出させるような感じですね。で、そうやって、もう、うんうんっていう風に自分のね、気持ちを感じきると。その時初めて、感じきった時初めて、これからどうすればいいだろうって、自然と思えるような、そういうことが考えられるような状態になるので、その時になって、初めて、上向きになるような言葉とか、そういうのを使っていけばいいわけです。人に励まされてもね、そういうふうに思えない精神状態で聞いても受け止めきれないんですよ。で、その言っている人も励ましている人もね、決して悪気があって言っているわけではないと思いますよ。だけど、聞いてる方は、今すごくもうしんどいのに、そんなことを言われてもね、この人は自分の今の気持ちを分かってくれないっていうふうに思って拒否したくなってしまいますし、で、その励ましている方も、これだけ言ってんのになんだよというふうに思ってしまってね、なんかお互いすれ違ってしまうっていうような状態にもなってしまうので、だからもし本当にそれぐらい苦しんでる人がいたら、励ますのではなくて、話をするのであれば話を全部もう全部引き出すというか、聞いてあげるっていうところで。で、励ましてくる人がいたら、まあ、そこは、別にそれを今受け取れないのは仕方がないから。でも今そういう気分じゃないというところで、うまく自分の中で整理してね、やるっていうことが大切かなと。で、それはね、自分自身に対しても同じで、自分に対して自分がそういう風な気持ち、死にたいっていう気持ちとか絶望的な気持ちに
なってるのに、それを無理やり励ましたりとか、自分の内側でね、否定したりとか、いう風にしちゃうと、自分で自分のことを分かってあげてないっていうことになっちゃうから、だから感じきるっていうことが大事なんですよ。人間ね、辛い時も悲しい時もね、泣きたい時もありますよ、大人だって。で、そういう時は泣いていいんですよ。もしかしたら泣いちゃダメっていう風に言われて育ってきたかもしれないですけど、でも泣くっていうこと自体は弱さではないですから。涙っていうのは何かしらの気持ちが溢れた時に出てくるもので、それは悲しい時も寂しい時も怒りでもね、悔しさでも嬉しさでも出てくるわけで、でも涙が出てきたってことはそれぐらいその気持ちが本気だっていうことですから、そこまで本気で思えたっていう、それ自体がすごく大事なことじゃないですかね。まあね、大人だと泣けないタイミングっていうのがあると思いますよ。子供だったらね、あのママが抱っこしてくれないとか、おもちゃ買ってくれない、お菓子買ってくれないって言って、もう歩きたくないみたいな感じで道で泣いてる子供とかいますけど、大人があれをやるわけにはいかないわけで。だけど、泣くこと自体を否定することはないわけですから。なので、感情をね、自分が今感じている感情を感じきって、で、それが他人から見て、そんなことでっていうふうに思うようなことだったとしても、それはもう誰が何と言おうと自分がそう感じたんだから、それでいいんですよ。だからそれを否定せずに受け入れて感じきると。そういうふうにすればね、気持ちが結構スッキリして、次の段階のその考え方というか、そっちに行けるようになるので、だからまずは感じきってください。はい。とまあここまで来てですね、それは分かったけど、でもね、希望という意味で言うと生きる意味が分からないとか理由が見つからないみたいな人もねいるかもしれません。でもですね、生きる理由なんて何だっていいんですよ。別に大きさ関係ないですから。スーパーフライというミュージシャンのねギフトズっていう曲の中で、行きたい国や街があるから、食べたいおかずとご飯があるから、あなたが生きていく道はあるっていう歌詞があるんですけど、本当にその通りで、人から見てかっこいいとかね、すごいなって思われるようなその目標とかね、生きる意味、まあ大義みたいなものを持ってたら、それはそれでなんかいいなって思うかもしれません。で、それが、自然な形で自分が持っているものなのであれば、全然いいんですよ、それは。でも、それを持たなきゃいけないっていうものでもないので、夢がでかくなきゃいけないっていうものでもないしね。まあ、小さい夢を一つ一つ叶えていった先に大きなものが出てくるっていうこともあるし。だから、どんな小さなことであったとしても、何それってもしかしたら人から言われてしまうようなことであったとしても、それが自分にとって大切なことだったら、何ら恥じることはなくですね、胸を張って生きればいい。ただそれだけです。だからね、小さいことでもいいから何かこう見つけて、これが楽しいからっていう、もうそれでいいんですよ。ただまあできれば自分からこう能動的に動いて得られるものがいいかなっていうのと、一つではない方がいい。例えばそのアイドルとかがね、生きがいみたいになってると、その人が引退したらそこで途切れてしまうというのもあるし、あと一つだけだとそれがなくなったら終わってしまうっていうねのもあるので、だから複数持つっていう、その選択肢を多く持つとかねっていうとか、あとはそのとにかく高級料理店とかじゃなくて、なんかこう B 級グルメ的なものをいろんなところの回るとかね、できる限りで。
そういうふうな、まあ、自分がうまいっていうものをね、世間ですごい評価されてるっていうものじゃなく、自分がうまいって思うものを探すとか、そういうのでもいいし、ね、もっと小さなことでもいいし、もうとにかく何でもいいんですよ。そういうものを持つと。それが生きるね、意味になると思いますからね。あとは将来が不安という人もいると思います。特にメディアはまあ暗いニュースを流すのがね、好きというか、そういう傾向にあるので、そういうものも影響しているとは思いますけど。でもね、未来なんて誰にもわからないですからね。だって明日のことだってわかんないじゃないですか、実際。なんか当たり前のように、今日と同じような明日が来ると思っていても、そんなのわかんないわけですよ。今が順調だからこれからそうだとも限らないし、今が不幸だからこれからもそうだとも限らないしね。別に過去がどうだったから未来も同じっていうわけではないですから。それは今の自分の行動次第でこの先は変わっていくわけでね。だからどんな時も自分はこうする、こうなるっていう覚悟を決めて行動したら状況は変わっていくし、自分は大丈夫、何があっても乗り越えられるっていういい意味での楽観的な考え方を持っているっていうのも結構大事だったりします。大丈夫、だから何もしないっていうのはダメですけどね。行動しないと何も変わらない。だけど大丈夫、乗り越えられるからと思って行動していれば道はね、意外と開けていくものなので。と、人生っていうのはいいことばかりじゃないどころかですね、辛いこととか嫌なことの方が多いと思いますよ。まあ、それは人間がね、その生きるために危ないこととか嫌なことっていうもの、そこをまあ避けることが安定したその、人生を歩むというか、まあ生きるためにね、危険なことを避けるっていうことが必要だから、まあそれは原始時代からのね、人類の DNA 的なものも絡んでるのかもしれませんけど、でもまあとにかくそういう辛いこととか嫌なことの方が残りやすいっていうのがね、頭の中に、記憶の中に、そういうのも影響してるかなと思いますけど、でも、まあまあ、そういうものじゃないですか。でも、その、いいことばっかりじゃない、嫌なことの方が多いっていう、それをなんとかこう、面白くしていく。っていうふうに思うから、知恵も出るし、あとは、いいことがあった時に、心から喜べるしね。いいことばっかりだったら、もうそれが当たり前になったらあんまり感謝の気持ちっていうものもね、出てこないと思いますし、まあ出てきづらくなると思いますし、大事なものを大事にしようともなかなか思えない。何が起こるかわからない。だからこそ今を大切にしようっていうふうに思えるわけですからね。だから今もし死にたいというふうに思っていても、今日生きてみたら明日は何か、別のことが起こるかもしれないし、今日生きてみて、明日は少し違うことをしてみようかなと思ったら、そこからね、道が開けるかもしれないし、そこまで行かなくても何か面白いことに出会えるかもしれないし、まあ自分のね、人生の責任っていうのは自分で負うしかなくて、自分が行動することでしか変化を起こせないわけですけど、でも逆に言えば、自分の行動次第でね、どうとでも方向は、変えていけるということなので、まあ、とはいえね、例えばこう、重かじいっぱいって言って、こう、舵を切って、ね、スーってこう曲がり始めたら、いきなり逆方向から波がバーンって来てね、なんか、また逆の方向に、こう、変えられてしまうということもあるかもしれませんけど、でもそっちに行こうと、とりあえずこう、ね、もう一回また向くことができるわけで。だから思い通りにそんな簡単にね、右に行こうと思ったから右に行けるっていうほど単純ではないけど、でも、そういうことが起こっても、別にまた、もう一回右に自分自身でね、向けていくっていうことはできるわけで。なので、もし、まあ、こうだったらいいのにっていうような、そういうね、人生に対して、そういうふうに思っても、楽園はないわけですよね。でも楽園はないけど、日々の中で幸せを
感じる心っていうものを作ることはできますから、とりあえず今日は生きてみません。とりあえず、ね、それで辛いのが解消されるかっていうと、また別問題でしょうけど、でもね、とりあえず生きてみるっていうのも大事だと思いますよ。で、まあ、じゃあそこまで言うなら、今日のところは生きといてやるかというふうにでも思ってくれたらね、嬉しいなと思います。はい。といったところで、私のね、思うところを、まあこのゴールデンウィークの終わりでね、いろいろとこう気持ちが沈みがちの方もいると思いますので、まあそういう方に対してね、自殺っていうところまでいかなかったとしても、かなり気持ちが沈んでしまってどうしても上に向けないというようなことがあれば、まあそういう方にもね、何かしらこのメッセージがね、お役に立てばいいなと思います。はい。では、またね、別の動画でお会いしましょう。さよなら。